どうもジャップルです。2019年明けましておめでとうございますと言ってももう明けてからだいぶ時間が経っているんですけど、まあ、2018年のね去年の暮れぐらいからちょっと動画投稿を少しサボっていまして、まあ、やっと久々の投稿が、2019年一発目の、ね、動画投稿という感じになっております。はい。でですね、去年もそうだったんですけど1回目の動画投稿というのがこの僕の部屋を紹介するね、アメトイ部屋紹介ということだったので、まあ、久々に今回はそれをやって、新しい年をスタートさせようかなと思います。まあ去年から変わったところそんなにないかな、まあ、多少変化があるので、棚がちょっと増えたり、そういう部分も紹介していければなと思います。まずこの辺から見ていきます。これは去年も映した気がするので省略して、まずはマーベルのホットウィールがこの辺に飾ってあります。以前は違うところに置いてたんですけど移動させて、まだちょっと全部は飾りきれてない状態ですね。そしてこちらからフィギュアの棚が始まるので端っこから見ていきます。ここはガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーだったりファンタスティック・フォー関連とかのフィギュアを置いているコーナーなんですけど、まあ、正直去年とほぼ変化なしですね。そしてその下がアベンジャーズ系の、まあ、トイビズ多めの感じのフィギュア棚になっているんですけど、正直ここもほぼ変化なしといった感じです。そして下が、ヴィランの棚になっています。ここも正直ほぼ変化なしかな。あ、ヒロアケッチ君にリペイントお願いしていたモールマンとかが帰ってきたぐらいかもしれないですね。その下が、X-Men 棚、多分ここもほぼほぼ変わりなしという感じで放置してありますね。続いて隣の棚ですね。こちらはスパイダーマンとベノムのコーナーになっています。ここもあんまり変わりはなさそうなんですけど、まあ去年発売したスパイダーハムとかは一応ここに並べてあります。そしてその下がまたアベンジャーズ系というか、まあハズブロのヒーローのフィギュアがまとめてあります。ここもそんなに変化はないですかね。こんな感じで、その下が、また違ったヴィランのコーナーになっています。こんな感じです。そしてその下がまた X-Men のコーナーですね。ここは一応去年発売したデッドプールのアソートのフィギュアとかを並べたので少し変化があるかなといった感じ。まあ、この辺のマーベルレジェンドの棚に関しては、まああまり去年は手をつけれなかったなというところでしょうか。まあまあごちゃごちゃしてる感じは個人的に結構気に入ってますね。去年一番変化があったのがこの棚ですね。本来はもともとはこの一番上だけマーベルスタジオマーベルシネマティックユニバースのフィギュアを置いてたんですけど、もう置ききれんくなって下はもともとスターウォーズのフィギュアを置いていて、それを全部撤去して全てマーベルに占拠されたという棚です。まず一番上はこんな感じで、まあ、MCU 関連のフィギュアに置いてるんですけど、もうぎゅうぎゅうですね。これ以上何も置けないような状態で、去年出たテンスアニバーサリーのボックスとかもここになんとか詰め込んだんでこんな状態になっています。ここはこれ以上増えても、まあ、買ってないフィギュアは結構あるんですけど、ここにもう置ききれんなっていう状態ですね。そして2段目が
ソー・ラグナロクから、まあ、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーボリューム2とか、あとインフィニティ・ウォー、アントマンとワスプとか、割と新しめな実写系のフィギュアを置いていて、ここはまだ頑張れば並べられそうですね。まあ、ブラックパンサーのアソートとかもまだ買ってないですし、キャプテン・マーベルのシリーズもね、まだ入手してないんで、その辺はゲットしたらおそらくここに並ぶんであろうなと思います。で、その下、ここはね、かなり適当なんですよ。去年発売したコミック系のレジェンドを適当に置いてるだけですね。まあ、ここもいずれちゃんとしたいというか、まあアベンジャーズ4とかやったらどうせもう置ききれないんで、この棚全部実写系のねフィギュアになるのかもしれないんで、まあ、棚のピッチとか直して綺麗にしないとなと思っているところです。これとかね、まだ開けてないっていうね、いい加減開けろよって自分でも思ってるんですけど、ちょっとほんと暇がなくて放置しちゃってますね。まあ、去年一番変化があったのはここかなと思います。そして、まあ、ベノムとか、まあ、この辺はビルドフィギュアとかね、ちょっと置く場所がまだ確保できていなかったりして、この辺に置いていてのデッドプールコーナーですね。ここは我が家でも非常に大切なコーナー。ここも結構去年増えましたね。こういう細かなものがいろいろ発売されたんで、非常に潤ったなと思います。結構ごちゃごちゃしてるのが好きなんで、いい感じになってきたなと思っています。今年は、まあ、できたらもうこういう大物をちょっと増やしたいなと思ってますね。で、その下が、まあ、アメコミの翻訳本を並べていて、やっぱ去年良かったのはこのグエンプールですね、マフェックスの。これもすごく気に入ってるんで、ちょっとここに飾りつつの他コミックなんですけど、またここもね、全然並べてないっていう。もういい加減にしろよって感じなんですけどね、ほんと最近ぐちゃぐちゃで、ここもちゃんと綺麗に整理したいなと思っているんですけど、あとマーベルファクトファイルですね、これめっちゃ増えたんで、またそのうち軽く紹介できればなと思っています。まあ、この辺はこんな感じです。その横が、スターウォーズのコーナーになっています。ここは去年並べ替えました。まあ、フィギュア自体は去年あんまり買えなくて増えてないんですけど、まあこんな感じで並べています。出た、開けてないやつ、このね、キャプテンレックスとポーグは未だに未開封という。で、あとはフィギュアーツのエピソード3のアナキンとレイヤ、あれはね普通に欲しいと思ってるんで、近日中に買おうかなと思っています。あとは、ブラックシリーズであれですね、グリーバス将軍が出るので、あれも普通に欲しいですね。今年はスターウォーズもいろいろ変えたらなと思ってるんですよね。こういうバウンティーハンター系のブラックシリーズも揃えたいですし、いろいろまた増やせればなと思います。ここが僕がいつも撮影している撮影ブースがあってのこの棚ですね。こちらが去年新しく増設した棚になっていて、一番上にこんな感じでスポーンを並べて、二段目が、まあ、かなりごちゃごちゃしてるんですけど、まあ無差別、ジャンルレスな何でも置いていい棚にしていて、個人的にかなり気に入っているコーナーです。まあいろんなジャンルのフィギュアを置いていて、楽しいなぁと思っていつも眺めているんですけど、これですね、このウォーキングデッドのダリルは去年の暮れに最後に買ったフィギュアで、初めて買ったカラートップスのね、ウォーキングデッドのフィギュアなんですけど、めっちゃかっこよくて相当気に入っています。まあ、あとは去年ね、ボヘミアン・ラプソディ、非常にいい映画で
フレディも最近よく眺めてたり、あとヘルボーイですね。なんか新しい映画やるみたいで、僕はこの前のやつがすごい好きなので、ちょっと新しいやつは見るまで何とも言えないなという感じなんですけど、こういう棚と、あとスポーンも最近スポーン熱が個人的にかなり来てるので、今年はいろいろまたフィギュアを増やしていきたいなと、まああと開けてないのめっちゃあるんで、その辺も開封していきたいなと思っています。あとはこの棚の周りがやばいんですよね。もう業者かよっていう感じで、マーベルレジェンドアソート買いする人はねよく見ると思うんですけど、このハズブロの箱がめっちゃあって、まあこの中にあの空のパッケージとか、まあ開けてないのもあるんですけど、パンパンに入っていて、まあ、本来はこういう空のボックス、僕は畳んで中のプラとかね捨てて全部外側だけ取っとくっていう、ね、感じにしてるんで畳むんですけど、ちょっと去年年末それやってないんで、こんな状態で一応もう勝たさないとね、今年も買うと想定するとやばいんですよね。まあ、ちなみにこの辺はまだ未開封っていうかビルドフィギュアだけ抜いたりとかして開けてないやつがあるんで、まあ動画ではもう開けない可能性もあるんで、もう個人的に開けて普通に飾ろうかなと思います。この箱は、あれですね、リザードシリーズだ。リザードシリーズもちょっと開けるタイミング見失ったやつで、これはもう今更なんで開封しましょう。全部今度で、ね、グエンプールだけ開けたんですよね確か。そうで、多分こっちは全部カラパケだったはず。これは、デッドプールアソートなんで動画で開けたやつなんで空でしたね。この下がインフィニティウォーのアソートのやつなんで、これも開封済みですね。この下がなんだろう、これはブラックパンサーのシリーズとガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーボリューム2。これなんか、これって去年じゃない、もう一昨年でしたっけこれって。やべえな、いい加減ちょっとこの辺はマジで片付けないとダメなんで、まあ早い段階で片していこうかなと思いますね。あとは2019年の初おもちゃ、実は僕もすでに購入していて、このマンだらけのネットショッピング通信販売を初めて今回利用してちょっと購入したものがあるのでお見せします。何体か買ったんですけど、まずはこちらですね、スポーンのシリーズ13だったかな。こんな感じで人間とクリーチャーの2体セット、ジェシカ・プリースト&オバー・スミスというちょっと謎めいたフィギュアで、これ結構昔から欲しかったやつなんですよね。今回800円ぐらいで買えました。続いてもまたスポーンなんですよね。スポーンシリーズ27のバンダライザー2ということで、これもねかなり昔から気になってたフィギュアで結構安めだったんで買ってみました。いやこれもまたすごそうな感じですね。いや早く開けたいですね。そして、次がよいしょ、こちらですね。はい、またスポーンです。スポーンシリーズ26のティファニー3、これは以前持ってました、同じもので、地元を離れる時に友人のヒロアケッチ君にあげちゃったフィギュアで、非常に僕自身気に入ってたフィギュアだったので買い直しですね。また欲しくなって、結局非常にパッケージの状態もいいもの買い直しました。そして最後ももう見えちゃってるんであれですけど、はい、スポーンですね。これぞスポーンといった感じのが最後に出てきたんですけど、シリーズ27、さっきのバンダライザーと同じシリーズのカバーアートのスポーンですね。これも前に持ってました、同じやつを。で、同様にヒロアケッチ君にあげたフィギュアですね。まあ結局また欲しくなって、
まあ、返してもらおうかなとも思ったんですけど、多分返してくれないと思うんで買い直しました。またこれもパッケージも全然黄ばんでなくてめっちゃ綺麗で、開けなくてもいいぐらいのね感じですけど、これもまたスタチューみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいんでね、開封しますね。これはいや、やっぱりいいっすね。ということで、2019年の初おもちゃはこんな感じで、もうスポーン尽くしで4体購入してみました。まあ、さっきも言った通り、ちょっと最近自分の中でスポーン熱がかなり熱いんでね、ちょっといても立ってもいられなくなって、まあ、過去に持ってたものまで買ってみたんですけど、まあ動画でねスポーンを紹介するのってあんまり重要ないような気も薄々感じてはいるんですけど、多分これも動画で開けようかなとちょっと思っております。あと僕が、フィギュアとかと一緒に紹介したかったのがこのブーツですね。僕はアメコミ、アメトイ、映画に続いてこのブーツが非常に大好きで、まあ、いつか動画で紹介したいなと思っていたんですけど、やっぱ映画とかアメリカンカルチャーとかが好きだとどこかこう通ずる部分があるんじゃないかなと勝手に思っていて、まあ、いつもこうやってね部屋に、玄関じゃなくて部屋に最近はブーツ並べて眺めたり、まあ、磨きながら酒を飲みつつこうフィギュアを眺めたりっていう変態的な行動をしてるんですけど、まあ、いつかこう動画でひたすらブーツ磨く動画とかやりたいななんて思っていたりします。はい、ということで、僕の部屋一通り紹介させていただいて、2019年の初動画こんな感じで始まったわけなんですけど、あのツイッターとかを見られて見てくれている方知ってるかもしれないですけど、僕去年ちょっと結婚しましてですね、今年の3月に結婚式を挙げる予定で、まあ、今その準備ですごくバタバタしていて、正直ちょっとね3月までは動画に専念できない可能性が高いということをちょっとここでご報告したいなと、まあ、できる限りアップしたいという気持ちはあるんですけど、まあ、どうなることやらということで、2019年もぜひぜひデッドイプールをよろしくお願いしますと言いたいところなんですけれども、ちょっと温かい目で見守っていてくれたらなと思います。まあ、もちろんあの2019年といったら、キャプテンマーベルとかね、アベンジャーズ4なんかもやる年ですので、まあ、その辺は僕も意識しつつ、まあマイペースになってしまうとは思いますけど、ちょっとやっていこうかなと思っていますので、ぜひ今年も1年この動画チャンネルですね、デッドイプールよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ジャップルでした。